しばらく、ようやく、正しいのはどっち正解は、ようやく、でした。意味は、時間や手数がかかった後に、待っていたことが実現する様。使い方としては、待ちくたびれた頃、ようやく、幕が開いた。ようやく、間に合った。金銭、こと銭、正しいのはどっち正解は、 金銭、でした。意味はことの意図、または、比喩的に、人の心の奥に秘められている心情。使い方としては、その名文句が彼の、金銭に触れた。依存心、依存心、正しいのはどっち正解は、依存心です。意味は誰かを頼りすがろうとする気持ち。依存する心。使い方としては、 強い依存心は、自分に自信が持てないことが大きな原因。重複、重複、正しいのはどっち正解は、重複です。意味。重複とは、同じものが何個か、または何度か重なること、重なっている様を意味する語。使い方としては、前回発表内容と重複している部分は省きます。 創殺、創祭、正しいのはどっち正解は、創祭でした。意味は、差し引きして帳消しにすること。使い方は、貸し借りを創祭する。削級、早急・正しいのはどっち正解は、削急でした。意味は、非常に急なこと。至急。使い方としては、 早急に解決したい美人局、つつもたせ。正しいのはどっち正解は、つつもたせでした。意味は夫や上婦と、示し合わせた女が、他の男と通ずるかに振る舞い、それを言いがかりとして、夫や上婦がその男を脅し、金銭などを巻き上げる、ゆすり。ひごと、他人ごと、正しいのはどっち 正解は、人事。意味は、自分には関係のない、他人のこと。よそ様のこと。使い方は、人事でない。発足、発足、正しいのはどっち正解は、発足でした。意味は、組織や機構などが設けられ、活動を始めること。使い方としては、米下審議会が発足する。 出生率、出生率、正しいのはどっち正解は、出生率でした。意味は、一定期間の出生数の、人口に対する割合。一般に、人口1000人あたりの、1年間の出生時数の割合を言う。廉価、喧嘩、正しいのはどっち正解は、廉価でした。意味は、 値段が安いこと。安い値段。使い方としては、廉価販売。間髪、間髪、正しいのはどっち正解は、間髪でした。意味は、隙間に紙の毛一本を入れる余地もないことから、少しの時間も置かずに、すぐさま。熟考、熟考、正しいのはどっち 正解は、熟考でした。意味は、よくよく考えること。十分に思いを巡らすこと。大それた、大それた、正しいのはどっち正解は、大それたでした。意味は、全く道理から外れた。とんでもない。使い方としては、大それた野心。ありうる、ありえる、正しいのはどっち 正解は、ありうるでした。意味は、可能性がある、あっても、起きても、何ら不思議ではないという意味。使い方としては、すでに手遅れということもありうる。たぐる、手探る、正しいのはどっち正解は、たぐるでした。意味は、両手で代わる代わる引いて、手元へ引き寄せる。物事をそれからそれへと引き出す。 一つ一つ元へたどる。使い方としては、ザイルをたぐる、記憶をたぐる。俗柄、続き柄、正しいのはどっち正解は、続き柄でした。意味は、血縁関係あるいは婚姻関係を指す語である。御用達、御用達、正しいのはどっち正解は、御用達でした。 意味は、宮中、官庁などへ用品を納めること。宮内庁御用達の品、御用商人に同じ。癖物、者。局者、正しいのはどっち。正解は、癖物でした。意味は人癖あって、したたかな人物。表面には現れていない何かがありそうで、油断できないこと。使い方としては、 ああ見えて彼はなかなかのモ者だ。話の上手すぎるところがモ者だ。正解は、一段落でした。意味は、物事が一区切りして片付くこと。一切り。使い方としては、仕事が一段落つく。